お疲れさん、ミー前田綾奈です。毎週金曜、お昼12時からオンエアしているナンメガには、いろんなアーティストが遊びに来てくれるんですが、時間の都合でオンエアしきれなかったゲストトークを、ここで一部公開いたします。生放送、またラジコのタイムフリーと合わせて、ぜひお楽しみください。メガメガ、この時間はオンラインでインタビューを行います。登場してくれるのはこの方です。自己紹介をお願いします。 パノラマパノマタウンの矢渕総太ですよろしくお願いしますよろしくお願いします矢渕君今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします,しいしますはいええー、およそ7ヶ月ぶりのね登場となるんですけれども前回も昨年の6月にオンラインでインタビューをさせていただきましてねどうですかまたまたこうオンラインという形にはなるんですけれどもおかわりなく元気にされてますか はい元気ですね、あのー、前回から今回までの間に制作とかあったり、まあ、ちょこちょこライブもワンマンライブとかできるようになったりとかして、ちょっとずつだけど、動き始めてるなって感じがしますね。うんんですよ、ね、そうな中身はそんな変わってないんですけど、ちょっと再始動というか、メンバーも抜けて、一発目ということで、ちょっと表記変えようって思って。うんうん 新規一点ということでね、英語の表記になっているわけなんですが、えー、そんなパノパナの矢部君にまずは番組から素朴な質問ということで、はい、好きなお味噌汁の具を教えてください。お味噌汁の具、うん、なめこが好きなんですよね。お、美味しいですよね。味噌汁好きで、うん、あの実家に帰ったら何が食べたいって言ったら、一番最初に味噌汁っていうぐらい味噌汁好きなんですけど。 こだわりはあってでもなめこがやっぱり好きですね。なめこ味噌汁上がりますね。テンションのどんな味噌味がいいとかはありますか。どんな味噌ってあんまないかもしれないですね。あでも鯉の方が好きなのかな。やっぱ地元が福岡なんで。うん。福岡は合わせ味噌ですか。ね、麹味噌的なやつかな。なんだろうな。あんま考えたことなかったですね。あそうかそうか。うんそうっすね。 色付いたやつすっ <laughs> <laughs> えっと <laughs> そうやね白味噌ではないよね <laughs> でも赤くもないかな <laughs> 赤くもないですね <laughs> ありがとうございます <laughs>、えー、好きなお味噌汁の具はなめこというね回答でしたさあパナラマパナマタウンとしては昨年12月16日にデジタルシングル <laughs> サッとグッドナイトがリリースになっていますおめでとうございますありがとうございますあのー 新曲ほらデモの状態でめちゃめちゃ作ってたじゃないですかはいでそんな中で今回この「サッドグッドナイトになったのはどういった経緯があったんでしょうかまずどうだろう制作してるタイミングですごくこうシンプルにしていこうっていう音像っていうことをバンドの中で決めて、うん、まあいろんなこと今までやってきたけど何ていうかロックバンドの原点回帰というか始めた時のピュアな気持ちみたいなのを 出したいなと思っててでやっぱこうどこまで音数絞ったりとかほ、まあ、本当3人で新しくスタートしていくっていうタイミングだったんで3人の音っていうところにどんだけこだわれるかみたいなのもすごく考えててで1発目のリリース、まあ、や本当にいっぱい曲作ってたんですけど暇だったんで, <laughs> で作ってたんですけどその中でも一番シンプルで一番音数も少なくてっていう曲でいこうっていう。 気持ちでしたね、まあ、あと「さっとグッドナイト」ってすごいこう悲しい夜を越えていくっていうテーマで作ったんですけど、まあ、本当2020年悲しいこといっぱい、まあ、自分ら個人的にもあったしその社会的にもいろいろあったしっていうところででもその中でも出発していくよと思い込めて一発目は「さっとグッドナイト」がいいんじゃねえかなと思って出しましまた、ね、いやなんかもうめちゃめちゃこう思い切りのいいというか。 これぞパノパナが愛しているギターロック、はい、UK ロックの要素もすごく詰め込まれた曲かなというふうに感じたんですけれども、はい、ボーカルもすごいこう A メロクールで、うん、B メロでもこう振り切る感じで、うん、結構こうんやろ聞いてても気持ちいいし歌ってる方はどうなんだろうとちょっと難しかったりするのかなと思いながら聞いてたんですけどはい、はい、そうですね。喉、まあ、手術してから結構自分の歌に 向き合う機会がめっちゃ増えてこう今までに出せなかった声とかまあなんだろう自分が好きなボーカルっていうのを結構考えた時に割とこう低音でまとまってるもの低いところでまとまってるものだったり色気があるボーカルってやっぱ好きだなと思ってで自分なりにそういう声が出せないかなっていうのを考えて作りましたね。でもやっぱ振り幅は 曲の中で振り幅はあると思うんですけど、歌っててすげえ楽しい曲ではありますね。おお、なるほどね。えっと今回は石毛明さんをプロデューサーに迎えて作ったということなんですが、えー、ザーテレフォンズラブフィルムのね石毛さんですけれども、以前から交流ってあったんですかね？交流はすごくありました、ね。あのまあ本当なんだろ高校の時にすごくライブに行ってた。 高校大学すごいファンだったんですよテレフォンズっていうバンド。でもうツアーとかにも行ってたしもうなんだろう憧れの存在みたいな感じだったんですけどそういう縁もあって2016かな「プロポーズ」って僕らアルバム出した時にツアーでラブフィルムとツーマンさせてもらってでその時から石井さんは結構付き合いあって音源できたら送ったりとかその割と曲聴いてくれていろいろアドバイスもらったりとかしてたんですけど。 まあ今回そういう縁もあってプロデュースしてもらってすげえ嬉しかったですねなんかこうすげえ好きな人があの自分らの曲に携わってくれて一緒に考えれるちょっとすげえなんか夢みたいな時間でしたあのー、最後の「まだ見ぬ日陰グッバイ」のところの「グッバイ」の響かせ方とかはこれ石毛さんっぽいなーと思いながら聞いてたんですけどあ、はいうん、ごめんそうです本当にお そこに関してはグッバイを響かせようっていうのであのリバーブ重ねたりとかしてくれてまあ本当あのテレフォンズとかでもやってたアプローチを自分らにもしてくれて自分ら的にもすごいこう結構こう何度も「石毛さんのお家に足を運んだ」ってあの石毛さんがツイッターで書いてらっしゃったんですけど、はい、メンバー全員で「お邪魔して」っていう感じだったんですかね。全員でででもも行行っったたしし僕個人でも行ったしで なもう1か月に10回ぐらい行ってたっすね。めっちゃ行きましたね。はい、ずっと真面目に作るんじゃなくてこう楽しく話したりとか、うん、あのめっちゃバカな話したりとかお酒飲んだりとかしてて結構その何だろうラフにできたっすね制作が。なるほどこう密に話はしながらもこういろんな話をこう音楽だけじゃない話をしながら交流をこうさらに深めて。 作っていけたっていう感じ。そうですね。なんか、こう、うん、本当、いろんな人間性を引き出してもらった感じがしますね。メンバーの、ですか、<の>お二人の。はい、な、だから、ギターとベースのメンバーとか、うん、なんだろう、ちょっと、ここ。出したら面白いみたいな、ところとか。あの、こういう部分が面白いみたいなところを、レコーディングのフィーチャーしてくれたりとか。 ありましたね。うん、なるほどね。なんかあの今回鳴ってるギターのリフもかっこいいし、あの最後アウトロで鳴ってるギターがもう光みたいないい音ですよね。そうですね。なんかこうデビッドボーイとか聞いててこれ作るときに、うんうん、であのロックスター感というかすごく。 シンプルなんだけどキラキラ光るリフみたいなのを自分らの曲に入れたいなと思っててでまあ「光へ」って歌った後の最後だからもうそこって結構重ねてていろんなギターを出てくるアイディア全部殺さずに入れようっていうのでかなりの本数重ねててまあ波越がいろんなリフアイディア思いついて僕も一個出したりとか石毛さんも一個出したりとかしながら。 それ全部ぶち込んだっていう感じですね。<laughs> そうか確かにその話し合いの中でまあギタリストが三人いるっていうことですもんね。そうですねでもまあ波越がかなりの部分というか、うん、あの頑張ってくれましたね。なるほどねこの曲のえっとサビっていうのはあの最後に続くところって認識でいいのかな？こ曲の構成的に面白い構成になってるんですけど。そうそう <laughs> はい。 サビはそうですね、あのギターが同じフレーズユニゾーンしてるところがサビっていう。うんうん、僕もなんかサビとか考えずに作ったんですけど。あそうかテンションが上がるし、下がるしみたいな感じで作ったけど、そこがサビですね。なるほどね。じゃあ、このラスサビの前に入ってる、あの。感想部分の、あのギターとベースの音っていうのも。これ、ぜひ聞いてもらいたいですね。うん、うん、うん。あのサビ前んとこっすよね。そう,そ,うそう、そう、そう。 そうっすねそこはドラム今回あのサポートドラムで今入ってくれてる近江っていうやつが叩いてるんですけど、まあ、そいつも大学の友達で結構大学から仲いいやつででうちのベースの田野とはめっちゃ仲良くてほんとずっと飲み行ったりとか今までもしてたみたいなやつなんですけどなんかやっぱ飲み行ってたからかわかんないですけどすげえベースとドラムの,あの兼ね合いがめっちゃいいんでいいメロそこを聞いてほしいですね。うん なるほどねそそうかそうかかこの,あの「サッとグッドナイト」にはあのさっきね話してくれたようにこう悲しい夜を超えるという思いがあるとおっしゃってましたがこうサッッででグッドっていいですよねそうですねもうそこは言いたいなっていうところを、うん、まず「サグない」って言いたいなっていうところから始めて「うんまあ、サッとグッドナイト」ってちょっと英語だったらおかしいような感じなんですけど悲しいお休みお休みが悲しい時あるなっていう気思って <laughs> 休みが悲しいかそう<え>まあでも悲しくて最高な夜みたいなイメージもあったんで、うん、つけたところですけどうん、うん、このでもあの歌い方「サッド・グッド・ナイト」のあの勢いというか「サッグ・ナイト」のあれにこう全部がこうなんだろう浄化されるというか吹き飛んでいくような気持ちの良さがありますね。うんはいはい、そううすねなんかこう ネガティブなところからそこ向けに明るい曲にしたくなくてなんて言うんだろうなんかこうやっぱそれって嘘だなと思って今ってやっぱりまだ見通し分かんないし先どうなるかも分かんないし、まあ、自分らバンド的にもどうなるか分かんないけどでもそんな中でもやれるとこをやっていこうっていうような思いがあってだからなんかこうなんだろうなサグナイの歌とか歌い方とか、まあ、全体の音像もそうだけど。うん そこ抜けにこうポジティブではないないんかこうやっぱり今のこの感じの中で見える光みたいなのを突き詰めるみたいな歌になったりとか曲になってると思いますね。うんありがとうございます今回は、まあ、あのギターロックという感じで来ましたが、まあ、パノパナにはやっぱりヒップホップの要素もありますし実際にこう矢渕君はいろんな音楽をね聴いてると思うんですけどこれからの「パノラマパナマタウン」としては。うん こうます、ね、まだこうレコーディングしてるけど出せてない曲いっぱいあるんで「サットグッドナイト」じゃなくいっぱいレコーディングしてる曲が他にもあるのでまあでもこう一個原点回帰っていうのはあのバンドの今のモードとしてあってやっぱりこう体制も変わってすげえ新しいバンドみたいな気持ちが。 自分らにもあってでスタジオで歌わせててもこうなんだろうバンド組んだばっかりの衝動みたいなのが次あるからこれはやっぱそのまんまお客さんにも届けたいなと思うし、まあ、昔からちょっとこうアップグレードしたロックバンド像みたいなのをかかつてのパノパナにはやっぱりこうちょっとどこかやんちゃな要素っていうのがあったかと思うんですけど、はい、今回すごいあなんか大人のロックバンドだなってすごい感じたんですよね。はい が、これからそういう、はい、まあ、色合いが強くなっていくのかな。大人な面も見せつつ、次はもうちょっとやんちゃになるかも、みたいな。感じ <laughs> <laughs> 楽しみにしてますね。<laughs> じゃあ。出したいなと思うんですけど。まあ、でも。はい、結構、こう、バンドサウンドみたいなものって、今、あんまりなくなってきてるなっていうのが。音楽聴いてると思ってて、うん、で、リッターの音が格好良くなってるみたいな音って、あんまりなくなってきてるから。やっぱ、そこを、こう、自分ら出したいなっていう気持ちは。 すごくあるし、まあ、逆にこう今やれるロックバンドの形っていうのをすごく探したいなっていうか別に過去に戻るとかなんかその過去昔っぽいことしたいっていうわけでもなくちゃんと今できるロックバンドに向き合いたいなっていうタームではありますね自分らが。それはこうやっぱり世のまあロックバンドバンドがこういろんなこうまあちょっとヒップホップの要素だったりとかブラックミュージックの要素をこう入れてきている流れがあるからこそ感じることだったりするんですか そうっすね、なんかこうやっぱり、うん、自分らがこう、メンバー全員聴いてる音楽違うけど昔高校の頃とか、まあ、もっと遡って中学の頃とか昔聴いてたもので聴いてて熱狂したものってなんかやっぱりこう、かっこいいギターソロだったりとかそのギターがすげえバコ音になってたりとかあのギリギリまで。 キーーのギリギリリまで歌ってるボーカルだったりとか熱いものだったりとかがやっぱすげー好きだっっっったなって,いうのを思っててて思やっぱりこう今ってちょっとこうなんだろうなそういうバンド本当にバンドっぽいバンドってあんまりいなくなってきてるなっていうのが自分の気持ちの中ではあってなんかこう聴いててワクワクしたりドキドキしたりとかするバンドっていうのがあんまりこういないなっていうのがあってだからやっぱ自分らが鳴らす音をこうどんどん。 そういうふうにしたいし、まあ、自分らがワクワクできるバンドロックバンドをやりたいなって気持ちはすごくありますねん,なんかそういうムードだからこそというか今があのちょっとおとなしいムードだからこそそういうことしたいなっていうのは今回あの石毛さんと一緒にね曲は作られたわけですけれども。 どうですか、はい、これからもこう他に誰かこうプロデューサーを迎えて一緒に曲を作りたいなっていうような考えっていうのはありますかあそれは結構思うようになりましたねなんか自分らが好きだったり人とか憧れてる人みたいな人にどんどんこうそれこそプロポーズして一緒にやりましょうっていうのをやっていくっていうのはいいなってすげえ今回思いましたね。うん、初めてだったのでプロデュース受けたのが やっぱりじゃあこうプロデュースをされることによって今までにこう出せなかったような引き出しがこう引き出されたなっていう実感があるからでしょうね。ほんとメンバーだけじゃたどり着けないところにたどり着けたりとか、まあ、やっぱ手が届きそうで形になんないみたいなところを形にしてくれたりしたんでイシレさんは今回サウンドメイキングとかあの構成とかもあこんな構成あるんだみたいなのも考えてくれたりしたしだからすごくこう。 面白いなと思いましたね。うん,うん。いやじゃあそういう意味でもこれからのパノパナが本当に楽しみです。あありがとうございます本当に。うん、うん、えっとライブでもやっぱりこう新曲っていうのはちょこちょこねやっていたりしますかね。そうですね今は結構新曲多めのライブをやってますね。うん、どうですかこうやっぱりあの新曲をライブで、うん、演奏することでちょっとずつ変わっていったりとかっていうのもしてますかね。 ああそうですね。やっぱりこう、今って、まあ、ライブが完全に戻ってるわけではなく、やっぱり人入れれない状況とかが続いてるけど、やっぱりでもそんな中でも、お客さん見てたら、全然感覚違うなと思って、やっぱこれだよな、みたいな感じがすごくあって、僕自体が変わってってるのは思いますね。この、あのー、12月にバンマンもやったんですけど、神戸で。それでもやっぱり その反応で曲が変わっていったりするしやっぱライブいいなーっていうのすごく実感してますねもう去年いかかライブ少なかったんで、うん、ライブで変わっていくものってやっぱあるなと思いますうん今じゃあ発表になっているデモとか新曲もまた違った形になる日が来るのかなとそこも楽しみにしておりますはいうんえっと 今後の予定としては、今年1月23日土曜日、震災橋ビッグキャットで行われます、マッシュ A&R プレゼンツマッシュルーム2021ハローニューウィンドに出演されます。えっと、今回はランプインテレン、サウシードック、ヤジコガール、揺れえー、そしてオープニングアクトが、エゾシカグルメクラブ。今回は、えっと、ちょっとメンツが変わったんですね、このマッシュルーム。 そうっす、ね、あのー、事務所の先輩のオーラルシガレッツとフレデリックが抜けての初めてのマッシュルームですね。うん、こうあの1年に1度の、まあ、自分たちの発表の場だというふうに皆さん気合いを入れてマッシュルームには挑まれていると思うんですが岩渕君はどうでしょうか、うん、そうですねやっぱ2020いろいろあったんでそんな中でこうなんかこう見つけた自分らの色とか。 これがやりたいっていう気持ちがすであるんでそこをちゃんと出せるようにはしたいなと思うしやっぱこう本当にまあ照れもサウシもヤジコもユレニアも仲が良くてそのまあなんか仲間だからこそこうなんだろうな負けられないって気持ちもあるしちゃんとこう自分らを届けたいなっていう気持ちがありますねなんかマッシュルームっていろんなバンドいるけど なんかマッシュの色ってあんまりなくて、こうこの色にみんながなっていくってあんまなくて、みんながこう色出し合ったものがマッシュルムだと思うんで、やっぱあの負けられないともうやりつつもまああんまり気にせずに自分らは自分らなりにやれたらいいライブになるかなと思ってますね。なんとなくあのマッシュってみんな人がいいイメージです。ああなるほど。そうですね。うん、でも悪いやついないですね。<laughs> なんかこう人がいいから素直にこう曲に反映させられたりする要素っていうのがあの多い事務所なのかなってすごく思ってて、なんかこうマッシュ自体もやっぱりすごく魅力的だなっていつも思ってるんですけど、こうマッシュルームで見ることでやっぱりそれぞれのこう個性っていうのがより色濃く出てきますよね。うん、そうですね。うん、なんかこう並べてみるとこんな違いだみたいな感じが面白いと思うんで、みんな違うことやってるけど、まあでもなんかみんな違うことやってるけどすごい。 こうみんな繋がってんのはピュアな気持ちだったりとか音楽へのライブに対するピュアな気持ちだったりとかそれはなんかすげえみんなあるし,みん,んるしみんな悩んでるしみたいなのあるからそこがこうちょっと伝われば面白いんじゃないかなって思うし、うん、大阪でライブするのめっちゃ久しぶりなんでそれはにバンドとして楽しみですね。そうううでででですすよねね久々の大大阪阪ととととといここライブすること1年ぶりとかだ思ん 去年のビッグキャットぶりかもしれないです。大阪だと。めちゃめちゃ久しぶりじゃないですか。じゃあ、うん。うわあ楽しみですね。はい、めっちゃ楽しみですね。うん。チケット持っている方はね、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、今年はじゃあもうちょっと関西に戻ってきて、またライブしてくれることもあるかなと楽しみにしておりますが、まあまあ状況がねちょっとわからないところもあると思いますけれども。うん。うん、まあでも。 この状況でもやれることをやりたいしやっぱライブめっちゃやりたいなと思いますねできるようになっていきたいなというかそのやれる範囲でやっていきたいなっての思うしまあなんだかんだ神戸のバンドなんで関西には何回も来たいなと思いますはい楽しみに待ってます、はい、では最後になりますがリスナーの皆さんに向けてメッセージいただけますかはいえー、っと そうっすねあの、なかなかこう新曲出すのすげえ時間かかっちゃって1年も空いちゃったんですけど、あのーまあ、3人でこうかなりバンドとしては未来が見えてるというか、あのー、いい曲レコーディングできてると思うんでぜひ曲を聴いてほしいなと思うし、まあ、できる範囲で、あのー、来れたらライブも来てもらったりとかなかなか来れないっていう人曲ずっと聴いてもらったりとかしながら。あのー まあパノラマパナマタウン、英語になったんですけど、あの忘れないでほしいなと思いますね。めちゃめちゃかっこいいから、本当に一年待った甲がありましたからね。うん、そうですね。まあ一年置いたからこその、まあ自信あるものできたと思うんで。はい、届けたいですね。これから。うん、ありがとうございます。メガメガ、この時間はパノラマパナマタウンのボーカルギター岩淵壮太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。